ちは。今日は久々に動画を撮ってます。先日年内の仕事を終えて、仕事の最終日にコロナのブースターワクチンを受けてきました。以前の動画でチケットピアのようなシステムでコロナのワクチンを予約したっていうふうにお伝えしたと思うんですが、そのチケットピュアのようなシステムの名前っていうのが、イベントブライトというサイトで、そこから予約をしてワクチンを受けてきました。イベントブライトっていうサイトをどうやって知ったかっていうと、かかりつけ医に登録しているんですが、そのかかりつけ医から SMS でメッセージが届きまして、コロナのブースターワクチンを受けてくださいっていうふうに案内が来まして、でその SMS に URL が載っていて、それを見てブースターワクチンに申し込んだという形です。ブースターワクチンの日程なんですけど、フレキシブルな日程が設定されていて、平日は朝から夜の8時ぐらいまで営業してますし、結構祝日でも営業がされていました。で、私は仕事終わりに電車とバスで会場に向かいまして、ワクチンを受ける人専用の列があったので、そこに並んで、メールに予約の確認表が届いているので、それを受付に出して、その後に自分の名前、住所、誕生日、あと NHS の番号、国民一人一人が持ってる NHS の保険の番号があるんですけど、それを記入して、でそれを紙に書き終わった人からワクチンを受けるっていう形でした。あんまり待ち時間もそうですね、列に並んだのが10分ぐらいと、注射を打つのに15分ぐらい待ったぐらいで、全部で30分ぐらいで終わりました。で、家に帰ってきて、夜ご飯を食べて、まあ、だんだん夜になるにつれて具合が悪くなってきて、次の日は結構高熱で家でずっと寝込んでいました。とにかく水と食べ物だけは食べておこうと思って注意して過ごしていたんですけども、熱が出ていたのが辛かったです。まあ、熱出てるって言っても、家に体温計がないので何度出てたかっていうのは分かんないんですけど、2日目の昼から夜にかけてが結構一番辛くて、2時間おきにベッドから起きようかなって思うんですけど動けない、もう少し寝てから動こうって思って6時間ぐらい経ってしまいましたね。なので本当に仕事がない日で良かったです。これで次の日仕事だったら本当に辛かったなと思いますね。以前2回目のワクチンを日本で受けた時は、次の日が仕事ですごく辛かったんですけど、仕事を早退っていうのをしたくなかったので、そのまま働いて帰ってきたんですが、すごい関節の節々が痛くて辛かったのを覚えてますね。今回は前高熱が出て関節の節々が痛くなったのが分かってたので、次の日仕事がない日がいいなって思ってたので、今回はその分家に一日中入れたので
まあ、前回よりかは良かったです。とでもクリスマスの様子をこう街に出てスマホのカメラで写真撮りに行ったりしたかったんですけど、もう体がだるくて動けなかったので、今年のクリスマスはクリスマスらしいものを楽しめずに終わりました。まあ、クリスマスを楽しみにイギリスに来たわけじゃないんで別にいいんですけど、それよりもコロナのブースターワクチンを年明けまで待つのが嫌だったので、まあ年内に受けられてよかったです。今後やりたいことがコロナのワクチンパスを持ちたいなと思ってまして、日本のワクチンの証明書を NHS に登録するとコロナのワクチンパスポートがイギリス人と同じように持つことができるんですね。ただ、そのワクチンパスポートを作るために登録する会場っていうのがあるんですけど、それがロンドンの郊外にありまして、家から2時間か2時間半ぐらいかかるんですよね。で、しかも平日しかやってないので、まあ来月行けたらいいなっていうふうには思ってます。もしロンドンに観光に来るとしたら、12月24日と12月25日っていうのは電車とバスの本数っていうのがすごく限られてしまうので、もしクリスマスのオンタイムにロンドンに行きたいっていう方であれば、結構時刻表に注意していらした方が良いかと思います。それかロンドンのクリスマスの雰囲気を味わいたいっていう方であれば、もうゾーン1の本当にウェストミンスターあたりのホテルを予約すれば、電車とバスを使うことなくホテルに帰れると思うので、ゾーン1のあたりのホテルに宿泊すればいいんじゃないかと思います。それでは今日はここら辺で終了します。